はい、皆さん今日もおはようございます。ライスバーガースタジオのヒデです。皆さん今日もお元気でしょうかはい。えー、アメリカでの生活も終わりが近づいてきました。日本に帰るまでですね、あと10日くらいということで、えー、残りが短くなってきました。 まあ正直なところを言うと、正直に言うと、ちょっとホームシックになっていたりします。<laughs> そうまあ、日本食が恋しかったりとか、えー、家族が恋しかったり、友達が恋しかったり、えー、ちょっとホームシックになっている面があるので、楽しみにしているところはあります。 でも、その一方で、その反対に、アメリカの生活にも最近慣れてきてですね、あとはまあ友達と毎日一緒に過ごせたりとか、いろんな文化の体験ができたり、とても楽しいというところもあるので、まあ寂しいという気持ちもあります。とにかくですね、残りあと10日間。 一日一日噛み締めて大切に生活していきたいなというふうに思います。えー、皆さんの日常はいかがだったでしょうか、えー、ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。はい。というわけでですね、今日のタイトルに入っていきます。今日のタイトルは、二度と体験できないことというタイトルでお話をしていきたいと思います。えー、本題に入る前に告知をさせてください。一、えー、つがですね、 パトレオンについてです、えー。パトレオンではたくさんの無料の特典を準備しております。日本語と英語のまとめ、この各エピソードのまとめですね、えー、用意していたり、新しい、えー、新しいじゃないな、<laughs> ダウンロード機能、音声のダウンロード機能を準備していたり、あとは、えー、取り立てのポッドキャスト、ライブポッドキャストとして、えー 季節の行事を見逃さない、その聞き逃さないために、えー、そういったライブポッドキャストというのも用意しております。僕の取り立てのポッドキャストが聞けるようになっています。えー、たくさんの特典を用意して待っておりますので、興味のある方はぜひ概要欄の方に来てください。よろしくお願いします。はい。で、もう一つがですね。<laughs> ちょっと待って。アラームが、アラームが鳴っちゃいました。<laughs> ごめんなさい。<laughs> えー と、もう一つのお知らせですね、えー。今、新しい特典として期間限定のポストカードを作っております。いつものライスバーガーのスタイルとは少し違った日本の伝統的なスタイル、浮世絵などのスタイルでですね、かっこいい、そして美しいポストカードを今制作中です。えー、このポストカードはですね、えー、パトレオのクルーティアという、えー、クラスより上の人が ゲットできる特典になっております。特典をですね、そのゲットしてくれる方には、えー、名前を、皆さんの名前を印刷して、印字してですね、それを皆さんにお送りするというような特典になっております。今一生懸命ですね、えー、書いておりますので、ぜひぜひ興味ある方は、これもパトレオの方にお越しください。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、ちょっと今日もカミなんですけれども <laughs>、 すいません。えー、なぜか最近ちょっとうまく話せないような気がしているんですけれども、ここから頑張っていきたいと思います。はい。ということで、今日のタイトル。二度と体験できないことというお話をしていきたいと思います。はい。昨日もですね、えー、家でずっと仕事をしていました。昨日も長い間してましたね。うん。まあ、長い間、 仕事をしたりだとか、あとは料理をしたりとか、えー、家事をしたりとか、買い物に行ったりとか、まあずっと動き回っている一日でした。昨日はですね、えー、スペイン料理を作りました。スペイン料理のチリンドロンっていう食べ物、聞いたことはありますかねはい、まあ。トマト煮込み。そう。鶏肉のトマト煮込みみたいな料理なんですけれども、 まあこれがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。<laughs> えー、日本にいるときもう一度作ったことがあって、あこれもっと食べてもらいたいな、たくさんの人に食べてもらいたいなってことで、いつか作るぞということを決めていました。ようやくですね、昨日作ることができて、友達も美味しいって言ってくれてですね、あすごく、えー、いい時間を過ごせました。 そうチリンドローンを作っていたんですね。まあ他にもいろいろしていたんですけれども仕事の内容はどんなものだったかという話を今日はねちょっとしていきたいと思います。えー、仕事の内容はポストカードを昨日は作っていました。これまでですねこのポストカードを作っていますというお話をしていましたが今までは昨日まではずっと計画を練っていたんですよね。 どんな絵を描こう何を描こうとか。どんな日本の絵を描こうどこの日本の風景を描こうとか。いろんなことを決めながらプランを練っていました。そしてですね、昨日からようやく着手。えー、ようやく描き始めたんですね。えー、本腰を入れて、イラストの制作に入っていきました。そう。 記念すべき第1回目の風景はどこかというと宮島です。宮島というのを聞いたことはありますかねどこかわかりますか宮島というのは、えー、広島県にあるちょっと離れた島のことなんですね。ここの観光地にはですね、友達とも、えー、2回くらい行ったことがある場所で、とても大好きな場所なんですよね。 だから、まあ、ここ第一回目としてはすごくいいんじゃないかと。日本の風景も綺麗だし、日本を味わえるし、えー、僕とこの一緒にライスバーガーをやっている友達との思い出の場所でもあるし、第一回目にふざわしいんじゃないかなということで、宮島にすることにしました。そしてですね、えー、書き始めているんですけれども、とてもいいものができそう。 <laughs> えー、書き始めて、まあちょっと書けるかなと。ああ、これ難しいかもしれない。新しい挑戦、えー。今までこういったかっこいい、そして美しいスタイルでイラストを書いたことがないから大丈夫かなって思ってたんですけれども、えー、うまくいきそうです。まだまだやることは多いんですけれども、その時間をかければちゃんとゴールまで作れそうだなということが今わかっています。 とても可愛くてかっこいい、浮世絵スタイルのですね、イラストができそうなので、楽しみに待っていてもらったら嬉しいです。えー、と、そんな一日が昨日あったんですけれども、昨日はその仕事が終わって、家の家事が終わって、よし、もうちょっとで寝ようかなというところで、まあ、友達とその寝る前に会話を楽しんでいたんですよね。えー、友達の授業の話だとか、あとは、 アメリカと日本の文化の違いの話とか、えー、他には他の世界の人たち、えー、アメリカと日本以外の友達がお互いにいるんですよね。友達はコロンビアの友達がいたりとか、で、僕は、えー、ネパールの友達がいたりとか、そう、そういうふうにいろんな国の話、いろんな国の文化についての話をしていて、まあ、とても楽しい時間を過ごしていました。 えー、友達はですね、本当に、まあ、今週がラストウィークエンド、最後の週末ということで、まあ、僕が楽しんでもらえるようにですね、一生懸命本当に頑張ってくれています、えー。本当に頑張ってくれている、このヒデが楽しんでもらえるように何でもしようっていうふうにね、えー、姿勢を表してくれているんですけれども、本当に感謝したいと思っています。えー、なかなかですね、 まあこれも日本の文化の一つだと思うんですけれども、正面で、正面向かって、あまりこういったこと言いにくいんですよね。<laughs> いつもありがとうね、とかっていうことを言うのが照れくさい。照れくさいんですけれども、ちょっとこの場を借りてですね、えー、お礼を言いたいと思います。ありがとうございます。<laughs> と、えまあ、そんな一日を過ごしていたんですけれども、ちょっとですね、ようやく本題に入っていくということで、 えー、ここからお話をしていきたい。二度と体験ができないことということで今日はお話をしています、えー。アメリカ生活もあと10日間ということで終わりが近づいてきています。で、終わりが近づいてくるほどやっぱりこの期間、アメリカでの生活というのがいとおしくなってくるわけですよね。あ、はあ、もう終わりか。長く感じていた2ヶ月もあと10日しかないのか。 じゃあもっと楽しまなきゃもったいないなって思っています。こういうふうにですね感じているんですけれどもこれをきっかけにこの終わりを見た時のこの感情をきっかけに気づいたことがありますこれはまだまだ不十分だなと思いましたまだまだ足りていない十分じゃないなと思いましたまだまだ 一日一日その瞬間を大切にしていないなというふうに思ったんですね。いつも僕はこの一日一日大切にしましょうねと皆さんに言っているんですけれども、言っている僕自身が全然それをできていないなというふうに思いました。こんな言葉があります。い一期一会という言葉ですね。一期一会。 とても有名なので皆さんも知っているんじゃないかなと思います一期一会というのがどういう意味かというとその瞬間というのは二度と戻ってこないという意味ですね例えば僕がその話している友達友達と話せるということはいつまでも続くように感じられます今日話して明日話して明後日話して来週話して 1>, 1年後、10年後話して、これからもずっと話し続けるんだろうなって思ってしまうかもしれません。でも、この同じ環境で、全く同じ環境で友達と話すというのは、もう二度と戻ってこないわけです。この今、この瞬間しかそれは体験できないわけですね。<laughs> アラームがまた鳴っちゃいました。<laughs> ごめんなさい。今日はぐちゃぐちゃですね。<laughs> えーと最後にね、ちょっと締めていきたいと思います。えー、終わりというのは、確かにいいサインだと思うんですね。終わりが見えるから、期限があるから大切にしようというふうに思えると思うんですけれども、本当は毎日、毎日に期限がある。一日一日に期限がある。この瞬間、この時間というのは、二度と帰ってこないということですね。 今の環境、年齢、人間関係、家庭環境、世間の声。これらが全く同じな状況で、話せるという日は二度と帰ってこないわけです。同じ人とは話せるかもしれない。だけれども、全く同じ体験は二度とできないよ。だから、その瞬間を大切にしようねっていう意味ですね。一期一会、この言葉は、 その瞬間は宝物だよということを教えてくれる言葉です。今日もですね、この一瞬を大切にして周りに感謝して生きていきたいなというふうに思います。はい。というわけでですね、今日は二度と体験ができないことということでお話をさせていただきました。日本の心、あなたの日常にということで今日もありがとうございます、えー。今日はですね、一日一個として、えー、またお話をしていきたいと思います。 ここからはですね、ちょっと日本語のレベルが上がるかと思いますが、えー、ここからもぜひ挑戦したいという方はですね、最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。今日の一日一個は、墨って何というお話をしていきたいと思います。墨ですね。あの、石炭の墨。これについてお話をしていきたいと思います。 日本で生活をしていると特にですね、この炭というのは目にすることが多い聞き。聞くことが多いんですよね。例えば炭火焼きの焼肉屋さんとか、炭火焼き野菜とか、あとは僕が実際に働いている、えー、和食屋さん、日本食料理屋さんでもやっぱり炭火焼きの料理が提供されていたりします。そして、茶道の世界、茶の湯の世界でも 炭との関係というのはとても深いんですよね。お湯を沸かすための火の元というのは炭を使っていたりとか、炭の力を使ってお湯を沸かしているんですよね。そんな日本の文化に深く関わっている炭何気なく関わっているけれども、炭って一体何者なんだっていうことですね。皆さんご存知でしょうか炭って、 どうやって作られているのかとか、炭って一体何なのか、あまり考えたことがないと思いますので、今日はですね、簡単にお話をしていきたい。まずはじめに、炭がいつから使われているか。少なくとも日本では約30年前から使われているとされています。縄文時代が1万3000年前と言われているので、 それよりずっと前から使われていたということですね。そして炭の特徴。それは火が消えにくくて燃え続ける時間が長い。燃焼時間が長い。そして炎も暴走することなくて火力が安定しているんですよね。だからバーベキューとかそういった料理でよく使われる便利な火の元です。 じゃあ、炭って何からできているかというと、それは分かっている人も多いと思います。えー、木材ですよね。じゃあ、普通の木材、普通の木と炭では何が違うのか。炭の特徴、それは余分な成分を取り除いているというところにあります。普通の木材を燃やすとどうなるか。普通の木を燃やすとどうなるか。キャンプファイヤーなどをイメージしてもらったらわかると思います。炎が燃え上がるんですよね。 じゃあ、これはなんで炎が燃え上がっているかというと、これは木が燃えているんではないんですよ。木が燃えているというよりは、木から出てくるガスが燃えているんですよね。木が燃えているんじゃなくて、実はガスが燃えている。だから、木が燃えているというよりは、ガスが燃えていると考えた方がいいです。じゃあ、なぜ炭は炎が燃え上がらないのか そう。余分な成分を取り除いているから。ガスを取り除いているからなんですよね。普通の木材からそのガスを取り除いたもの、それが炭だということです。どうやって取り除いているかという話はですね、ちょっと科学の話になって <laughs>、えー、すごく難しくなってしまうので、ぜひ興味のある方は、えー、皆さんで調べていただければなと思います。はい。と 今日はですね、墨とはまず一体何なのかというお話をしていきました。さっきも言ったように、墨と日本の文化というのは深い関係がありますので、もう少しですね、深く勉強して皆さんと共有をしていきたいなというふうに思います。はい。というわけで今日はですね、墨について一日一個お話をしていきました。最後まで聞いてくれてありがとうございます。えー、今日はちょっとアラームが 二回もなってしまったりとか、えー、僕がうまく話せなかったり、ちょっと噛んでしまったりとかですね、えー、聞きにくかったところがあるかと思いますが、最後までありがとうございます。えー、明日もですね、頑張って収録していきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん、えー、明日もお会いしましょう。というわけで、今日も良い一日をお過ごしください。ほなまた。